ロック・オア・バスとは、オーストラリア出身のハードロックバンド AC、DC が2014年に発表したアルバムである。2008年以来の6年ぶりの新作。初回限定版はジャケットが 3D 仕様になっている。ブライアン・アダムスが所有するウェアハウス・スタジオで行われたレコーディングには、病気による脱退を発表したマルコムは参加しておらず、新たにスティービー・ヤングがバンドに加入した。 しかし、その後フィルが不祥事を起こし、彼の代役として以前バンドに在籍していた、クリス・スレードが加入。2015年からはこのアルバムに伴う、ロック・オア・バスト・ワールドツアーがスタートしたが、ツアー中の2016年、ブライアンに、聴力問題で、ドクター・ストップがかかり、ツアーから離脱。代役として、ガンズ・アンド・ローゼーズのアクセル・ローズをボーカルとして迎え、残りの公演を行った。 バルセロナ公演アクセルローズがボーカルを務めた、ロンドン公演全曲、アンガス・ヤングとマルコム・ヤングの共作。1、ロック・オア・バスト3時3分2、プレイボール2時47分3、ロック・ザ・ブルーズ・アウェイ3時24分4、ミス・アドベンチャー2時57分5、ドッグ・ソブ・ウォー3時35分6、ガット・サム・ロック・アンド、 ロールサンダー3時22分7、ハードタイムズ2時44分8、バプティズムバイファイア3時30分9、ロックザハウス2時42分10、スイートキャンディー3時9分11、エミッションコントロール3時41分。ありがとうございます。